こんにちは、まい先生です。今日はトリルについてお話ししようと思います。細かいトリルを弾くのは難しい、思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。トリルを弾くためには指を動かすことよりも大切なこともいくつかあります。指をもちろん細かく早く動かさなければいけないんですが、その時に一番大切なのは手首がトリルをしながらも動かすことができるかということが最重要になってきます。短いトリルだったら弾けるけれども、長くなるとやはりなんていうふうにだんだん音が詰まってしまって弾きにくくなったりしますよね。これは一つの原因としてはやはり手首が止まってしまって指が動かなくなってしまうということもあるんです。なのでトリルの練習をするときに指の動かし方の前に、まずゆっくり弾きながら手が上に上がったり下がったりできるかどうか、右に行ったり左に行ったりできるかどうか、これはもちろんトリルに限ったことではないんですが、トリルを弾くときに手首が硬いと最初から動きにくい状態から弾かなければならないので、トリルを弾きながら左右にも上下にも動けるようにしてください。下から右に回って上から戻ってくる、これもゆっくりゆっくりぐるーんと回す必要はないです。ゆっくりゆっくりトリルをしている間中、手首が止まらない状態を作ってあげましょう。弾きながら上にも下にも緩むように、指を動かしながらどの方向へも手が緩むようになったら次の練習です。トリルは2つの音を交互に細かく弾きますが、交互に指を動かすのを速くするのではなくて、1つの音の連打音を余裕を持ってできるようにすることも大切なんです。連打音を余裕を持ってするというのはどういうことかというと、次々指を動かして鍵盤を下ろしていくというわけではなく、鍵盤の上がり始めを知って、そして打ち返すこと。この鍵盤の上がり始めが分かってしまえば、実はたくさん指を高く動かすのではなくて、この連打音は鍵盤の上がり始めを知って、そしてそれを打ち返せば、余裕を持ってこれも手を動かしながらできるようになります。この鍵盤の上がり始めが分かって打ち返すというのは、水面に浮いたボールを浮き始めたら下ろすという感覚に似ています。ただ水面に浮かんだボールの場合は反発する力がありますので、上がり始めが大変よく分かります。鍵盤の場合は反発まではしてこないので、慎重にその感覚を捉えてあげる必要があります。力を抜いておいて指が戻り始めたら打ち返す。もう一つの指の方もそれをする。それぞれが余裕のある連打音ができてさえいれば、そうすると力を抜いたまま指を動かすことができますから、長く弾いていても音が詰まったり手首に力が入ってしまうことがありません。そしてちょっとだけ浅くペダルを踏んでみましょう。ちょっと弾き始めたかなと思ったらそれ以上踏まないで、最初のうちはこんな風にペダルを少しだけ踏んでおいてトリルの練習をすると、調和する音の感覚もわかりますし、響く音を想像しながら指を動かせるので、少し楽に指を動かすこともできます。もう一つは、このトリルを弾くときにどちらの音が主な響きとなる音になるのかを分かっておきましょう。トリルを両方きれいに弾くといっても、同じぐらいの強さの割合で両方の音をなんて隣に並べていくわけではないんですよね。レの音にトリルがついているのであれば、レーっと聞くつもりでレの音を最初に弾いていたら、レを聞きたいと思ってもう一つの音は短めに弾こうと思ってください。軸になる方の音以外の音を少し短く早めに指を戻すようにしましょう。練習としては、軸になる音を弾いておいてもう一つの連打音を少し軽めにする、これも良いトレーニングになります。逆に上からこんな風に一つの音を弾いてもう一つの音を軽く短い音で指を戻していく練習も大変効果的です。どちらにしても指を高く上げる、鍵盤から早く逃げるように
するというのは、綺麗なトリルもできますが、少し激しい感じになってしまって美しさに欠けるかもしれません。楽曲によってはそういうトリルも必要な部分もあると思います。ですが大抵のトリルは2つの音が調和して美しく響いていく、これが必要な場合が多いですよね。ですから大切なのは余裕のある連打音ができるように鍵盤が戻ってくる感覚を少し練習してみてくださいね。戻ってきたら打ち返す、戻ってきたら打ち返す、この打ち返す時の鍵盤の重さは本当に軽いものです。素早さは必要ですが、動力としての強さはそんなにいらないんですよね。空で指を動かすような感覚とさほど変わらないんです。鍵盤の底と指先だけをイメージしてできるだけ勢いで弾いてしまうのではなくて、最初はゆっくり2つの長さが均等になるように意識をして、そして手が自由に動くかどうかを試してみましょう。最初から速いトリルを弾く必要はないんです。その楽曲を練習している間中、トリルは最後にできればいいなと思って余裕を持って自由に手首が動く状態にしておく、これが最重要です。もう一つ、指使いは隣同士の音のトリルが多いので、指を隣同士の指を使うことが多いんですが、これ一本指を挟んでもう一つ隣の指、例えば1324なのでトリルをした方が指の分離がよくできるんですよね。また1と3というのは一番つかみやすい指同士ですから、隣同士の音でも1、3の指はとても弾きやすいので、もちろんこれは試してみてくださいね。トリルは弾きやすい指でする、これも大切なんです。指使いが書いてあってもその通りじゃなくて大丈夫です。ただ前後のつながりだけは大切なので、そのつながりの部分、前後のつながりの部分がうまくつながらないようであれば、その部分だけ楽譜に書いてある指使いを採用してみましょう。綺麗なトリルを弾こうと思ったら、弾いてる間中手は自由に動くようにする、それから一つ一つの音は余裕のある連打音ができるようにする、これは鍵盤が戻り始めることを意識して、すぐに鍵盤を沈める、そしてどちらの音が主となる音かよく聞きながら、もう一つの音は短めに弾く。全てのことをすぐにはできないかもしれませんが、一つ一つ力づく、いや指をたくさん動かすという根性のトリルになってしまわないように、少しずつ練習をしてみてくださいね。はい、今日はトリルを美しく弾くためのいくつかの練習の方法をお知らせしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。